人間は愚かな生き物だよ。だって人を愛することをためらったり隠したりするから。愛を表現することは喜びであるのに、誰にとっても嬉しいことであるのに、それを否定しようとする。あなたの中にある愛を表現することをどうしてためらうの？相手に拒否されるのは怖いからだよ。自信がないからかな。それはどうしたらいい？まず自分を認めてあげること。あなたの素晴らしさにあなた自身が気づいていないからだよ。あなたという個性を持った人間は世界中探してもあなたしかいないのに。そのあなたを、あなたという個性を、あなたという個人を軽んじる。それは全世界を否定することと同じだよ。あなたは宇宙を信頼していないということを表明していることになる。まずはあなた自身が今存在しているということを認めてあげる。愛してあげる。それがどんなに奇跡的な確率で起こっている現象かということを。それに気づいて自分自身を祝福する。毎日毎日朝が来て、あなたは命を生かすことができる。また一日を始めて、あなたとして生活できるということを毎日喜んで、自分自身に祝福をしてあげてほしい。それが宇宙を信頼しているということだから。同じような毎日がやってきているとあなたは思うだろうが、一日一日あなたはまるで違う人間として存在している。毎秒毎秒異なる世界線を飛んで存在している。永続性は本当はない。だからあなたはどんな風に変わっても構わない。どんなに自在にあなた自身の今を表現しても構わない。それを自分に許してあげる。許すことだよ。あなたは自分自身を許せていない。あなたが植え付けられた価値観であなた自身を縛っている。それを解放してあげることから始めよう。愛をまずは自分自身に向けてあげる。どんなにあなたが頑張って今まで生きてきたのか、あなた自身が一番知っている。どんな苦難を乗り越えてきたのか、あなたの歴史、それはあなたが一番知っている。そのことについて自分を褒めたたえてあげてほしいんだ。